そうですね、結構そのオンでもオフでもいい話し合いができているというか、まあ、そういうところは本当中から見てもやっぱ多分外から見てても分かる雰囲気の良さだと思います。そうですね、結構思ったことを、まあ、ディフェンスラインと共有しながらやってますし、まあ、キーパー内でもあれはこうだったよねとかそういうのを、まあ、常に話しているので、まあ、そういうのはずっとやってますね。そうですね、あんまりないというか、まあ、そういうのはないんですけど、まあ多分その仙台に入ったらスカウティングであったり、まあ、そういうのをどんどん、まあ、チームとしてもやっていくので、まあ、そういうところで確認したいなというふうに思います。まあ、チームとしては本当にそのワールドカップが始まるのでまあ、アグレッシブにやるのはそうですけど、やっぱりその最後の試合なので、まあ、チームとして、まあ、課題を、まあいいポジティブな課題を見つけて、まあ、そういう直す期間にしていきたいなというふうに思います。まあ、本当にテレビ中継がまだ分からない状況なんですが、本当に日本を背負ってなでしこジャパンは戦うので、日本で、まあ、現地でも応援をよろしくお願いします。
千葉県に住んでたのは小学生の時までなんですけど、本当にその小学生、今26になるんですけど、それまでも結構そのワールドカップ選ばれたっていうので、すごい松戸市の方から連絡をもらったりであったり、本当に常に応援してくれる方がいるので、まあ、その人たちのためにも戦っていきたいなっていうふうに思います。そうですね、本当に松戸市の選手として夢を与えれるような選手になりたいと思ってますし、本当にそういう言葉が選手に届いているので、まあ、その人たちのためにも戦っていきたいなというふうに思います。はい、コンディションはすごい良くて、でこれからワールドカップに向けてすごい気持ちも入っているので、すごい楽しみです。自分に分からなかったことがあったらすぐ先輩に聞くようにしてますし、でこうワールドカップに向けて自分が出た時にどういうプレーするかっていうのもすごい考えながらやっているので、これからそうですね、ニュージーランド、オーストラリアに行って、いいプレーできるように、大会でいい結果残せるように頑張りたいと思います。そうです、やっぱりワールドカップって言ってもこうアンダー世代とは全然ものが違うというか、違うものになってくると思うので、やっぱり緊張もしてしまうと思いますが、こう自分にできることをやれたらいいなっていうのはすごい感じます。昨日、みんなにお祝いしてもらって、で誕生日ハッピーバースデー歌ってもらいました。このワールドカップで優勝して、こうみんなでお酒飲みたいっていうのを言いました。おおってあとスタッフからもいいコメントだって言われました。やっぱりこう小学校の、後輩スタッフの方々がこう見に来てくれるっていうのは連絡もらいましたし、家族も来てくれるので、こうワールドカップ前に、自分のいいプレーを見せれるように頑張りたいと思います。すごいワールドカップは大きな舞台ですし、こう誰でも出れる場所ではないと思うので、そのワールドカップに向けてこう今からしっかりいい準備をして、いい結果残せるように頑張りたいと思います。